いやこんばんは、ハレリア。ナグさん、ハレリア、こんばんは。こんばんは。今日は雨ですね。東京地方は今雨で、だいぶ降っております。皆さん、お元気でしょうか。小太郎さん、パウロさん、こんばんは。こんばんは。ひだまりさん、ハレリア、怒る理由。これ私が怒ってるわけじゃないんですね。これは怒るということについての、まあ、聖書にはですね、怒りについての、教えがありますので、怒る理由っていうのは、私のことではなくてですね、一般的なことなんですね。はい。そうですね、今日チャーチスクールでいくつかのテーマを学んだんですけども、その一つが怒るということを学んだので、まあある意味では二番煎じと言いましょうか。 チャーチスクールで、学んだことをもう一度放送でもう一回やるみたいな、そういう感じですね。はい。昨日ですね、昨日、はがるさんの放送があるって言って、はがるさんの放送されてしまったので、私が言ったからされたんじゃないかと思うんですが、今日、水曜日なので、今日、はがるさんの放送が9時からある予定です。ね。私、昨日ですね、水曜日と間違えてあると言っちゃったら、はがるさんしていただいたみたいですけれども、今日もあると思うんですが、いかがでしょうか。はい、それではですね、この怒りについて、怒りについての学びの前に、ちょっと、角笛を鳴らしましょう。だんだん皆さんが忍耐してくださってるので、だんだんこう上手くなってるんではないかなと思うんですが、これは、芦名子さん、ハラリア、これはですね、リバイバル角笛ですね。リバイバルを待ち望む角笛であり、リバイバルが来たという角笛であり、まあ、霊的に勝利するという、悪魔に勝利するという角笛ですね。ひだまりさん、忍耐してます。今日すごいですね。今日なんか今まで最高じゃないですかね。今までなんか最高の、笛だったような感じですよね。最初から最後まで過去最高。 過去最高ということで、ちょっと熱くなりましたね。角笛を吹いたらちょっと熱くなりましたね。はい、それではですね、タイトルいきますが、その怒るというね、怒るとはどういうことかということで、ね、まず皆様どういうことに怒ったことがあるのか、またどういうことで怒っているのかやりましょうね。武田信玄のホラガイみたいな。 日本には角笛がないので、ホラガイでやるのが、だからホラガイは結局ユダヤ教の角笛から来たのではないかなと思うんですね。はい、それでは皆さんはどういうことに起こったことがあるのか、またどういうことで今起こっているのかを、じゃあ皆さん、起こる理由スタート。妹が勝手に私のプリンを食べたとき、かなり昔の話ではないでしょうか。財徳会の会見に怒りました。年金に怒ってる。しなこさん、年金払うことに怒ってるんでしょうか。夫に殴られて怒りました。
自分を傷つけられた時、鈴木玲子さんこんばんは。玲子さんこんばんは。橋本さんと桜井さんに怒りました。しなこさん払ってます。年金払ってることに怒ってるんでしょうか。ダチョウを捨てた人に怒りを覚えた。コメントを読んでもなくて怒ってます。ハガルさんハレリア。ハガルさん今晩、リレー放送されますか。知り合いの、生の方が犬のブリーダーを始めたこと怒っている。旧日本軍の蛮行に怒りました。どうしようかな。昨日ごめんなさい、昨日なかったのにやるって言っちゃったからしていただいたんじゃないかと思うんですが、生放送の申請がなかなか取らないことに怒った。自民党の不正に怒ってます。親が反対しているのに娘が結婚したとき怒る。何明かしですか。怒ったことがどういうことで怒ったことがありますかという、怒り明かしですね。怒り明かしって言って変ですね。日本が慰安婦を認めないことに怒ってます。この様子を見るのに邪魔してくる両親に怒ってます。いっぱいあります。彼氏が浮気をしました。家族の悪口を言われた時、イエス様を信じてから怒りがぐんとなくなりました。リュウさん素晴らしい。イエス様を信じてから怒りがぐんとなくなりました。ネズミがバッグをかじったこと。ネズミがバッグをかじって怒った。好きなバッグをかじられたら怒りますよね。人生がうまくいかなくて神を憎んでた。すみません。それはね、怒ります。子供に言うことを聞かない、子供が言うことを聞かないと怒る。それはお母さんはみんなそうですよね。子供が言うことを聞かなくて怒る。怒りますよね。頭ごなしに怒られた時とか勝手に苛立ったものでした。まあ頭ごなしに怒られるとやっぱりね、苛立ちますよね。もうちょっと、そのよく聞いてほしいっていうのはありますよね。はい、まあいろいろ怒ります。はい、じゃあちょっと怒ることの定義をちょっと言いましょうね。会社が給料を払ってくれないで怒る。はい、怒ることの定義はですね、勉強をやろうと考えている矢先にしなさいと言われること。まあいろいろ怒る理由はワンパターンではないと思うんですが、一つの定義は何か人の悪ですね。人の悪、例えば嘘をつかれるとか騙されるとか不正行為をされるとか、そういう人の悪に対してその怒るというのが一つの理由だと思うんですね。不正行為に怒る、ね、悪いことに対して怒る。まあ義憤という言葉がありますが、聖書はですね、その怒ることは禁じてはいないんですね。禁じてはいない。ただし怒ることは禁じてはないけども、怒るに遅くという言葉がありますね。怒るに遅く、要するにあまり怒ってはいけないということでもありますけど、
イエス様も怒ってですね、神殿で商売やってる人たちに対して怒ってですね、テーブルをひっくり返したり動物を放したりして、イエス様は怒りましたね。それは義憤ですね、義憤、天のお父様の家を強盗の巣にしたということで、イエス様は義憤で怒りましたね。ですから私たちもある意味では義憤は持たなきゃいけないと思うんですね。ギャフンじゃないですよ、ギャフンじゃない、義憤ですね。つまり、悪魔がですね、悪いことをしている、悪魔がいろんな人たちを騙している、悪魔が、ね、その人間を苦しめていることに対して、皆さんこの義憤は必要じゃないでしょうか。しなこさん、アメン。私たちがなぜ伝道するんですか。その悪魔の、その罪に対して私たちはその怒らなくちゃいけないんではないでしょうか。しかし聖書ではですね、人に対してはですね、エペソ 4-26 には怒っても罪を犯してはなりませんとありますね。偶像崇拝には、怒れてきます。義憤だ、何ですか、義憤だって何ですか、義憤だって何ですか。偶像崇拝には怒りますよね、皆さんね。偶像崇拝を見ると、怒りが、湧いてきます。そうです、イエス様は正しい方です。日が暮れるまでに憤ったままではいけません。日が暮れるまでに憤ったままではいけません。怒ってもいいけどすぐにね、そのままではいけないということですね。一時的に怒ってもすぐに怒りを鎮めなさいということですね。で、なぜ日が暮れるかというとですね、イスラエルでは夕方に新しい日になるんですね。午後6時が新しい日になりますから、つまり怒ったらその日のうちにもう怒りを鎮めなさいということです。皆さん、怒ってですね、怒りっぱなしの人いますか。よく怒ってですね、怒りっぱなしの人手を挙げてください。怒ったら何日も怒るとか何ヶ月も怒る人手を挙げてくださいね。一生怒ってる人もいますよ。死ぬまで怒る人もいますが、ナイフさんも怒ってる。はい、皆さん、聖書ではですね、その日のうちでもう怒っちゃいけないということです。10分で冷めます、素晴らしい。10分で冷めます、素晴らしい。義憤、特に義憤で怒るならいいんですが、怒ったら、ね、すぐにもう、静まることが大事です。日が暮れるまで怒ったまではいていけません。そうですね。なぜかというと、怒るとですね、悪魔に隙を見せると書いてありますね。怒らないと思いますよ。27節に、エペソ 4-27 に、悪魔に機会を与えないようにしなさい。または、怒っても罪を犯してはなりません。皆さん、怒るとですね、罪を犯しやすいんですよ。カチーンってくるとね、こう殴っちゃったりとか、カチーンってくるとこうね、なんかこう暴言吐くとか、大体喧嘩っていうのはですね、喧嘩っていうのはカチンと怒って喧嘩することが多いわけです。つまり怒りというのは罪を犯しやすくなるんですね。罪を犯しやすくなる。ですから、サタンに機会を与えてはいけないっていうのはですね、怒ってると、罪を犯しやすくなる。だから早く怒りを捨てなきゃいけないということですね。多くの人は怒り続けて、病気になります。怒り続けて、罪を犯して、ね、怒り続けると自分が苦しいですね。夜寝るときに怒っていると悪いホルモンが出るそうです。夜寝るときに怒ってると悪いホルモンが出るね。聖書にはこう書いてありますね。31節、エペソ 4-31 には、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど
一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。無慈悲っていうのは、まあ愛がないっていうことでしょうか。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。皆さん、怒りや憤りを、ね、捨てなさいと書いてあります。聖書では怒りとか憤りを捨てなさいと書いてありますので、ぜひ皆さん、怒りを持っている人は捨ててください、ね、怒りを持っている方は捨ててください。そして私たちは、今日の放送ぜひ母に見せたい今日の放送母に見せたい、はい、その全ての敵を廃棄してくださったイエス様に感謝です。アメン。十字架は、ね、この十字架はなだめの供え物とありますが、神様は、神様は人間の罪 に怒られています。神様はですね、こう書いてありますね、エペソ5の6にですね、エペソ5の6に、こういう行いのゆえに神の怒りは不従順の子らに下るのです。まあ、こういう行いっていうのは偶像崇拝のことなんですが、不信仰とか偶像崇拝、汚れた、ね、汚れた言葉、こういうものに、神の怒りは不従順の子らに下る。神様は人間の偶像崇拝や不信仰、汚れに対して怒っておられるということですね。神様は怒っておられます。そして、ヨハネ3の36には、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。イエス様を信じない者には、神の怒りがその上にとどまるとあります。この、日本でも世界でも、日本でも世界でも多くの罪が行われています。この人類の罪に対して神様は怒っておられるのです。そしてその怒りがですね、神様は正しい方ですから、神様は正しい方ですから、人間の罪に怒っておられます。この怒りがですね、爆発する時が来ますね。神の怒りが爆発するとき、それが神の日、主の日、復讐の日ですね。ものすごい神の怒りが爆発するわけです。で、十字架は、なだめの供え物といってですね、この十字架によって神の怒りが静まるんですが、イエス・キリストを信じる者は、イエス・キリストを信じる者は十字架のゆえに、十字架のゆえに神の怒りが、なだめられているんですね。神様が私たちクリスチャンを見るときに、イエス・キリストの血によって、イエス・キリストの血によって神様の怒りがなだめられているんですね。ノアの前の人類が滅ぼされたように、私たち、も、滅ぼされないためにイエス様が必要です。その通りでですね、十字架によって、十字架によってイエス・キリストを信じる者が怒りをなだめられているんですね。神の怒りは恐ろしいのです。神の怒りは恐ろしいです。私たちは悔い改めて、ね、神様の怒りをこの受けないように、するべきですね。受けないようにするべきです。はい、そういうわけで、今日はですね、怒る理由っていうタイトルで考えましたけど、神様が怒る理由は人間の罪ですね。
人間の罪に対して神様は怒っています。そして私たちも、神に似せて作られた私たちも、人の不正に対して怒るわけですね。ひどいことされて怒る、不正行為をされて怒る、ね、私たちも怒ります。そしてですね、しかし、聖書は何と言ってるかというと、寛容でありなさいというですね、寛容。寛容っていうのは、すぐに怒らないということですね。すぐに怒らない。人の悪を見たときに、ね、寛容な心を持つ。寛容な心を持つ。それが大事です、ね。愛は寛容ってありますね。愛は寛容。私たちは、寛容な心を持つ必要があります。怒りを捨てましょう、ね。怒りっぽい人って言いますね。いつもカリカリしてる人もいますが、怒りを捨てて、怒りを捨てて、寛容な心を持ちましょうね。寛容な心ですね。はい。それではですね、まだちょっと時間がありますね。はい。私たちが、一郎さんこんばんは。私たちがイエス様に会って、ね、柔和でお互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。私たちが許すときに、私たちが許すときに、神様に許されますね。神様に許されます。はい。はい、今日は、怒る理由というタイトルでしたけれども、ぜひ皆さんの中で、ね、怒りで苦しんでいる人は、イエス様によって怒りがなくなりますよ。変なギャグを言って悔い改めます。ギフンダですか？ギフンダという変なギャグですか？言わないで。すみませんです。はい。はい、それではですね、私たちは、柔和でなきゃいけませんね。柔和で、寛容でなきゃいけません。ぜひ皆さんは、人の悪に対してすぐに反応しないで。人は、ね、悪いことをしても、寛容に受け取って許してください。皆さんが、寛容になることによって世の中は、とても、居心地が良くなりますね。カリカリしてる人がたくさんいたらちょっと居心地良くないですよね。皆さんね、電車の中でもカリカリしてる人がたくさん いますから。千代さんこんばんは。ハガルさん、イエス様、忍耐力ください、忍耐力ください、アメン。ぜひ皆さん、イエス・キリストを信じることによって、たまに何かでイラッとしてしまったら悔い改めています。素晴らしいですね。イラッとしたら悔い改めましょう。イラッとしたら悔い改めましょう、ね、私たちは、寛容になることができます。油注ぎで寛容になれます。信仰で寛容になります。私たちが寛容な人間になるためにも信仰が必要です。イラッとほっとくと、またイラッとして増長すると思います。イラッとほっとくと、イラッとして増長するよと思いました。そうですね。だから
怒りが蓄積するわけですよね。めったに起こらないけど不正は許せないんです。正義感の強い人は起こりやすいかもしれませんね。実はね、私もね、昔はね、こう例えばこう、車で並んでるとこにね、その横から入ってくる人がいるじゃないですか。でカチンと来てですね、入れなかったりとか、追い越しされてカチンと来てスピード上げたりとか、正義感が強いのはいいんだけども、やっぱり怒って罪を犯すということはありましたね。だから正義感の強い人は罪を犯しやすいので、やっぱり私たちは寛容が必要ですね。寛容がね。ハイドさん、ハレリア、こんばんは。今でもキューちゃんは正義感強すぎる。そうですか。人間は自分に見える範囲でしか裁けないから、人間は自分の見える範囲でしか裁けないから、人間の裁きは正しくない。アメン、アメン。人間の、ね、人間の理解は、小さいですから、小さい領域でしか判断できません。ですから、私たちは正しく裁くことができない。許せなくても裁くのは神様の仕事ですもんね。そうですね。裁くのは神様が裁くのです。私たちが正しく裁くことはできない。私たちが正しく裁くことはできません。はい。死刑廃止希望ぬ。私も死刑廃止希望ぬですね。死刑廃止希望ぬ。はい。それではですね、明石タイムちょっと早いかな。明石タイム行きましょう。はい。イエス様を信じて、怒らなくなった証。イエス様を信じて寛容になった証。イエス様を信じて、カチンと来なくなった証。スタート。この放送でカッと来なくなった。お菓子を食べられて怒らなくなりました。この放送を見ても怒らなくなりました。イエス様の御言葉を聞いて心が洗われました。怒らなくなりすぎて脳みそ花畑と言われます。喜んでます。アメン。足を踏まれても怒らなくなりました。この放送で堕胎するのをやめようと思いました。心が穏やかになって自由になった。学校でいじめられても怒りません。抵抗しません。寛容の大切さが分かりました。運転中を追い越されても怒りはなくなりました。キューちゃんの放送をずっと見ていたいと思いました。慰安婦に謝罪しようと思いました。以前の私は傲慢でした。しかし聖書に出会って寛容になりました。まだカチンとくるとこがあるので狙えることが必要です。天のお父様を怒らせないように気をつけたいです。悔い改めようと思いました。給食費払えないけど怒りませんでした。
穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めるのをやめました。上から目線で見られても怒らなくなりました。毎日感謝の祈りを1万回したらイエス様が見えてきました。外国人にも参政権をあげるべきだと思いました。DV 夫の暴力を許せるようになりました。以前は旧牧師の言葉に怒っていたけど、今は旧牧師の言葉に感謝します。以前はクリスチャンに対して何様と怒ってました。イエス様が私たちのすべての怒りを取り除いてくださいました。アメン。怒りは争いと悲しみを生むと思った。罪徳会は悪だと分かりました。ギャンブルをやめれました。ネトウヤは病気だと分かりました。私の怒りはちっぽけだなと思いました。今日より明日の愛が欲しい。神はギャンブルを禁止なされてますね。禁止しています。怒りは争いのもと、寛容は平和の種。アメン、アメン。イエス様のおかげで心の傷が癒えました。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれる。心配が不安にさせるとイラッとしてしまうのが分かります。この放送のおかげで値怒らなくなったよ、キューちゃん。アメン。アメン。以前は社民党に怒っていた。しかし今、原爆を作らない。ごめんなさい、途中で。
私たちの卑猥の糧を今日もお与えください。日ごとの糧、イエス様だけが怒りを取り去れるお方だと思います。寛容になることが平和を生むことに気づけました。毎日お祈りをしだしてから心が晴れやかです。愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない。アメン。パク・クネ大統領を支持する旧牧師の気持ちがよくわかる。アメン。自転車のサドルばかり盗むおじさんを許しました。日本とイスラム国はよく似てると思った。カップルを妬んでた。しかし今すべて祝福します。アメン。世界が怒りから喜びに変わりますように。怒ってる人が多すぎると思いました。悪が、ね、はびこってます。悪がはびこってるので怒りもはびこるのです。キューちゃんの配信を見ると祈りたくなります。原付き盗んでボロボロにした人を許します。アメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。キリスト教の何派ですか？プロテスタントのカリスマ派です。プロテスタントのカリスマ派です。放置自転車拾って乗ってます。悔い改めます。はい、そうですね、今日は怒りについて学んでいます。皆さん十字架を見てください。十字架、その神様は人間の罪を怒っておられます、ね、人間の罪を怒っておられます。しかし、イエス様はその罪の身代わりに、死んでくださった。
本来は人間の罪に対して、その怒るべきお方が、人間の罪を裁くべきお方、怒るべきお方が、怒らず裁かず、死んでくださった。その罪を身代わりに、その罪の、人間の罪の身代わりに罰を受けてくださった。それが十字架です。十字架です。この天のお父様がその十字架を見て、十字架を見てその怒りを鎮められるわけですね。怒りをなだめられるのです。十字架はまさに神の怒りをなだめる、御業と言ったらいいでしょうか。神の怒りをなだめる唯一の御業。人間の罪に対して神は、怒られているわけですね。あなたたちは肉に従って裁くが、私は誰をも裁かない。皆さん、十字架はですね、神の怒りをなだめる御業なんです。私たちは罪人です。神の怒りを受ける者、不従順の子ら、神様に対して不従順の子らですが、その私たちの罪が十字架によって許されて、神の怒りを免れることができるんですね。神の怒りを免れることができます。これがキリスト教です。これがキリスト教です。皆さん、悔い改めて、罪を悔い改めて、イエス様を信じて、良い行いをしようではないでしょうか。良い行いをしようではないでしょうか。そして、私たちが、ね、この、人の罪に対して十字架と同じように、イエス様の十字架と同じように、私たちは人の罪に対して寛容になり、怒るに遅く、そして、怒りを捨てる生き方、人の罪に対する怒りを捨てる生き方をしようではないでしょうか。私たちは平和を作るもの、ピースメーカーですね。ピースメーカーで、寛容な、器になりましょう。イエス様がものすごく寛容なお方です。イエス様がすごく寛容なお方ですから、私たちはイエス様の弟子として、イエス様から寛容を学び、イエス様から寛容を学び、人を許すもので、なりましょう。悪コメはピースブレーカー悪コメはピースブレーカーですか。はい、この放送で妹を許せたらいい関係に発展した。アメン、アメン。素晴らしいですね。はい、私たちは大きな大きな罪を許されました。ですから小さなことに関しては寛容になりましょう。私たちは本当に大きな罪を許されたんです。ですから、人の罪を許しましょう。人の罪を許すのです。人の罪を許すのです。はい、はがるさん、9時から放送どうされますか？9時からリレー放送されますか？放送枠できます。はい、ユーストで、はがるさん9時からリレー放送音楽枠します。
そして URL はコミに貼ってありますね。私のコミに貼ってありますので皆さん来てください。はい、それではファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージです。ファイナルメッセージ、あの病気のがんですね、あの病気のがんはですね、憎しみによってできることがあるそうですね。全部のがんとは言えませんけど、たくさんのがんがですね、たくさんのがんが、その憎しみによってなるということです。そして憎しみっていうのは怒りから来てるんではないでしょうか。憎む、恨むというのは怒りの、長期的に怒ることによって、その長期的に怒ることによってそれが、憎しみや恨みになるんではないでしょうか。ですから私たちは怒りを捨てる必要があります。怒りを捨てないと憎しみに変わってしまう、怒りを捨てないと恨みになってしまう、怒りが憎しみに変わります。そういうわけでぜひ皆さん、私たちは悪意を捨てるべきです。悪意を捨てて善意に満ちるべきではないでしょうか。そのためにはイエス様が必要なんです。多くの人は死ぬまで怒っています。死ぬまで憎んでいます。死ぬまで敵意で満ちている方がたくさんいるのです。年配のおじいさん、年配のおばあさんが怒りでですね、生涯を終えている人がたくさんいるんです。許せないで本人も苦しんで、その許せないでがんになったり、許さないことによって病気になって、結局憎むことによって自分が不幸になっていく、自分が不幸になっていく、そういう傾向があります。ですから皆さん、イエス様を信じて徹底的に、怒りを捨てましょう。徹底的に怒りを捨てるのです。憎しみを捨てるのです。イエス様が取ってくれます。イエス様が取ってくれます。詩篇37編、イエス様が、憎しみや怒りを取ってくれます。そして本当に私たちは青空のような心、青空のような寛容、青空のような、柔和な心を持ちましょう。青空のような、ね、さっきありました、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去り、互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合う。私たちはそのような、心優しい人になり、そして愛のうちに歩む、愛のうちを歩む、そのような、神の子としてイエス様を模範として歩むことができます。キューちゃんが怒らないことをふざけていませんか。はい、はい、それではですね、ファイナルメッセージまだ続いてますが、今日はとてもですね、あのこの怒りについてもう時々することもあったかもしれませんが、まあその大事なポイントでもあるかもしれません。よくあの電車の中でね、こう何か携帯をしているので注意したらカチンと来て喧嘩になって刺されたとかね、何かその、義憤がですね、義憤が返って、争いをもたらして、喧嘩になるとか、殺傷事件になるとか、そういうことがあります。
ですから私たちはやはり義憤は大事なんですが、正義感は大事ですが、私たちは、寛容になり柔和になる必要があるということですね。はい、義憤ですね。義憤っていうのは正義から来る、正義感から来る怒りのことですね。悪を見て起こる怒り、ね、悪を見て起こる怒りのことを、義憤と言いますね。はい、神様は正しい方です。神様は正しい方です。その神様は正しいからこそ罪に対して怒られるわけですね。罪に対して怒りを持っておられます。しかし神様は愛のお方ですから、寛容で柔和なんです。寛容で柔和です。十字架はまさにその神様の寛容と柔和さを表しています。十字架は神様の寛容と柔和さを表しています。しかしこれから、イエス様が再臨されます。その時は裁きに来られます。神様のその怒りの日ですね。怒りの日、神様が、復讐される日が来ます。それは神様の正しさを表す時です。十字架は神様の愛と憐れみを、表されている見姿です。しかし、イエス様の再臨は神の、正しさを表す時なんです。神の復讐の時です。神様が人間の罪に対する、復讐をする日だと書いてあります。ですから皆さん、神の怒りを受ける前に悔い改めてイエス様を信じる必要があるんです。兄弟姉妹、皆さんは、その、イエスキリストを信じる信仰によって神の怒りがから免れてるんですね。神の怒りから免れてる。さっきエピソードにあったように、神の怒りは不従順の子らの上にある。不従順の子ら、つまり神様に聞き従わない人の上に神の怒りがあるということです。しかしクリスチャンはイエス・キリストにあって従順になります。イエス・キリストにあって、神様に従順になり、神様に聞き従うようになります。不従順な子らから従順の子らになるのです。イエス様の教えに従うことによって、従順な神の子、になります。ぜひ皆さんが不従順の子らとして歩むのではなく、神が喜ばれる従順の子として歩みましょう。そしてイエス様の教えをしっかり守って、寛容で柔和で親切で神の愛を表す器になっていきましょう。はい、ジェントルマンという言葉があります。そのリュウさん、あなたの宝のあるところにあなたの心もあります。私たちの宝は天国にありますから、私たちの心も天国にあります。ジェントルマンっていうのはジェントルは柔和という意味ですね。柔和な人、のことをジェントルマン、まさにこれは、クリスチャンのことではないでしょうか。クリスチャンはジェントルマンですね。ジェントルマン、柔和、寛容柔和ですね。ぜひ皆さん、神の子としてジェントルマンになりましょう。神の子としてジェントルマンになるのです。寛容で柔和な人、もう一切の怒りを捨てましょう。それでは、今日の
間抜きをしましょう。もう一回ちょっと角笛、最後の角笛を吹いてからね、招きをしましょう。ちょっと短いかな。今日の放送を聞いてね、怒りを捨てたい方、憎しみを捨てたい方、イエス様を信じて怒り憎しみを捨てたい方、アメンと言ってください。イエス様を信じて怒りを取ってほしい方、憎しみを取ってほしい方、アメン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 。じゃあ皆さん、怒ってる相手の人を許しましょう。憎んでる相手の人を、許しましょう。誰々さんを許しますと言ってください。大きな声で、誰々さんを許します、誰々さんを許します。大きな声で言ってください。誰々さんを許します、誰々さんを許します、許します、許します、誰々さんを許します、誰々さんを許します。アメンアメン。素晴らしい、素晴らしい。怒りがなくなりますよ、憎しみがなくなります、心が解放されます、心が解放されます。とりあえず許しますとりあえず、とりあえず許します。許しましたね、許しましたか、許しましたね。心が解放されました。もう解放された方がいます。心が解放されました、許しました、アメン。素晴らしい、素晴らしいです。天の父様、今たくさんの方が許しました、許しました。どうぞ、心が癒されますように、心が癒されますように、解放してください。怒りを取ってください、憎しみを取ってください、恨みを取ってください。心を解放してください。あなたの愛によって解放してください、癒してください、癒してください。今リスナーの方々の心が癒されています、癒されています、癒されています。怒りがなくなっています、憎しみがなくなっています。十字架の血潮によって、十字架の血潮によって心が清められています、心が清められています。憎しみがなくなっています、怒りがなくなっています、怒りがなくなっています。もっとです、もっと主よ清めてください、もっと清めてください。リスナーの方々、もう今まで抑圧されていた心が解放されますように、解放されますように、解放されますように、解放されますように。イエス様触れてください、心に触れてください。今リスナーの方々一人一人の心に触れてください。癒されました、癒されました、癒されました。感謝します、感謝します。イエス様感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメンアーメンアーメン。ハレルヤ、アーメン。もうすでに皆さん心が、解放された方がたくさんいるんじゃないでしょうか。ハガルさん、アーメン。気持ちが、楽になった方がたくさんいるんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん許し続けましょうね、許し続けましょう。心が癒されます、軽くなります。はい、ぜひぜひ許し続けてください、ね。イエス様が本当に心を清めてくれます。はい、今日は、これで終わりますが、ハガルさんが9時からユースト